浅田人志君ちょっと午前中、白熱してきましたんで、その続きをちょっとやらせていただきたいと思っております。茂、えー、木大臣からです、ね、そのゲームチェンジャーとしての中国という非常に面白いあい見方をご披露いただきまして。 ゲームチェンジャーが出てきて新たなゲームが始まるとゲームのルールを作っていく必要があるとだからあの前へ前へ先行していくと有利なんですねあ,のある意味それがデファクトスタンダードになりますからで今、中国がその、えー、法定通貨人民元のデジタル化というのを実証実験やってますでこれもやっぱりいわば囲い込みですよね。そそういういの あの法定通貨のデジタル化っていうことに関して、まあ、我が国は遅れてると、で中国は多分あの ECB も、うん、始めつつあるんですね、だからあの日本がやや遅れてると、でそ,ういうそういうところであの、法定通貨のデジタル化っていうのも、やっぱりゲームチェンジャーになっていくんだろうと思っております。それからあの テスラですよねイーロン・マスクのこれも多分ゲームチェンジャーになるだろうとそれからあの電気自動車になってしまうとあの組み立てですから今までのようなそのあのノウハウが必要なくなるとだからコンポーネントを組み立てていくだけだからあの垂直でなしに水平の分業が成り立つと。 次のコンピューターもそういうふうになっていくだろうというふうにまあ考えているわけですけれども、近未来の,あのゲームチェンジャー、中国というお話がありましたけれども、大臣として、一番注目されているところはどういうところなのか、ちょっとご披露いただきたいと思うんですが。茂木外務大臣。 ゲームチェンジャー3つのレベルがあると思っておりましてまず1つはですね技術であったりとか、まあ、それはあの兵器もそうでありますけれどそれが1つの戦い方を変えたりとかですね秩序を変えたりと青銅器から鉄器へ変わるとそして刀から種子島鉄砲に変わるとこういったものもそうでありますし 信仰の技術というものもそういった意味ではですね、現物チェンダーの手段になってくると、一方で、次の段階になりますと主体として、例えば国際社会における特定の国、 もしくは、ですね1つのゲームにおける特定の人物、これがゲームチェンジャーになる可能性もあると、この間はシドニーマラソンでのです、ね、高橋尚子の例を出させていただいたと思いますが、まさにマラソンのやり方を圧倒的に変えたと、これが高橋尚子の走り方だったと思います。さらに一番大きなものは、ですね例えば環境が変わると、氷河期に入ることによって、ですねそれまで地球上を闊歩していた、 爬虫類これがですね、えー、哺乳類にとって変わられると、こういう環境変化というものもです、ね、ゲームチェンジャー、足りるんではないかなと思っております、そこであの重要なこと、中国について申し上げるとです、ね、一国にとってだけいい国際秩序、こういったものはやはり許容できない。 それぞれの国際社会の構成員が、です、ね、非営きをするような、利益を得られるような国際秩序を作っていく、この責任ある大国として、中国が行動してもらうということが、極めて望ましいんではないかなと思っております。ちなみにですね、デジタル人民元、これについて申し上げますと、今でもやっぱり、ドルの力っていうのは圧倒的に強いんだと思います。 ですからそれに対抗する一つのですね手段としてデジタルの世界においてデジタル人民元えこういったものをですね広めるこういった取り組み中国としても進めているとこのように一般的に言われております浅田一志君はいありがとうございましたあのまあゲーゲームゲームチェンジャーゲームのルールの話をまあまたじ やがてしたいいと思いまき今日はあの、まあ、通告に従って、えー、質問を続けていきたいと思いますが、あの初心大臣所信とかですね、あのえー、これはあの前総理の時代から自由で開かれたインド太平洋という表現が出てきますし、今、まさにそれを実践されていて、あの今日のインドネシア、 との2プラス2のその一環だというふうに私どもは捉えておりますけれども、自由で開かれたインド太平洋というのは、先ほどのご答弁の中で,で、一つのビジョンであるというふうなご発言もあったんですけれども、このビジョンですね、自由で開かれたインド太平洋というのは、何をもって実現されたとお考えになっているんでしょうか。茂木外務大臣 大変あの壮大な質問だと、このように受け止めさせていただきましたが、自由で開かれたインド太平洋、午前中も若干あのお話ししましたが、2016年、アフリカで初の開催となりました、ケニアでのティカード6の際に、日本が、 提唱したまあ考え方でありますちなみにあのその時にですね、ケニアに講師としておりましたのが、隣にいる森領事局長であります。あのこの考え方はですね、インド太平洋地域において、法の支配を含む共通の価値や原則に基づく自由で開かれた秩序を実現することによって、地域全体、 引いいいてては世界のの平和と繁栄確保していくくこういった考え方に基づくものでありますあのインド太平洋地域、まあ、世界の人口のまあ半数を要する、世界の活力の中心、中核、成長センターでありますが、同時に各国の力と力、これが複雑にせめぎ合い、力関係の変化が激しい地域でもあるわけであります。あのこのインド太平洋地域においてです、ね、自由で開かれた国際秩序、 を普及、定着、強化していく、これはあのまさに、えー、息の長い取り組みだと、まあ、考えておりまして、社会制度であったりとか、さらにはです、ねえー、芸術文化でも大きな構想ほど、えー、完成というものはなかなか、えー、見通せないというか、長い時間がかかると思っております。あの英国のです、ね、ウィンストン・チャーチル元首相がです、ね、民主主義について、民主主義は、 最悪の制度であるとただし、これまでに試みられてきたあらゆる政治制度を除けばこういう言葉を残しておりますが、大変の意味の深い言葉だと思っております。いずれにしても、自由で開かれたインド太平洋、我々が提唱してから5年が経ちますが、間違いなくこの5年間で取り組みが具体化をし、世界に広がっていると考えております。 現在、えー、米州、豪州、インド、えー、クアッドも先週、えー、先日ですね、初めての、まあ、首脳会合を開かれたところでありますし、さらには ASEAN アア。アセアンも aoip ととここれをです、ね、発表したところでありますさらには、私も昨年は欧州諸国、そしてアフリカも回ってまいりましたが、こういった多くの国々が考えを共有するに至っておりまして、これからも二国間も,もちろんでありますが、日米合意を含みます他国間の協力を通じてです、ね、協力が具体的な成果として現れると、それに,それによってです、ね、この自由で開かれた インド太平洋の価値というのがですね、より多くの国々、またその国の国民にも理解されるとえ、こういった取り組みをしっかりと進めていきたいと思っております。浅田一吉君。はい、ありがとうございます。えー、っとまあ,あの社会制度とかまあいろあの文化とかいろんなものを放棄した概念であると。 いうのはまあご説明だったんでですすがあの具体的にですね超具体的に開かれたインド太平洋、インドと太平洋というとあのベンガル湾から始まってあの、えっと、マラッカ海峡を通ってですねで南シナ海、東シナ海ですか太平洋とつ,こうつながっているわけでありますがここであのあの問題になるのが、ね、マラッカ海峡と まあで付け加えて言うならば、台湾海峡だと思うんですが、このマラッカ海峡と台,あの台湾海峡、これはその開かれた、自由で開かれたインド太平洋という考え方の中にあの含まれるんでしょうか大臣官房、遠藤参事官。 お答え申し上げます、えー、自由で開かれたインド太平洋につきましては、この考えを共有するあらゆる国、地域に開かれた概念でございまして、その意味におきまして、えー、特定の国、地域、 が排除されるといいうわけではございませんその上で、インド太平洋そのものはおっしゃられるとおり、地理的名称でございますけれども、自由で開かれたインド太平洋は、民主主義、法の支配、高校の自由等の基本的な概念に重きを置いたものということでございます。その上で申し上げますと、重要なシーレーンでありますところのマラッカ海峡で高校の自由が確保されるということは、我が国のエネルギー安全保障の観点のみならず、インド太平洋地域、世界の平和、 平和と繁栄にとって極めて重要でございます我が国としてはこのような点も踏まえつつ自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた取り組みを戦略的に推進してまいりたいと考えておりますまた台湾海峡につきましては基本的な価値を共有し緊密な経済関係と人的往来を有する重要なパートナーが 台湾ででごござざいいまますす、えー、大切な友人でございます、えー、我が国としては台湾および台湾海峡をめぐる問題が、当事者間の直接の対話により、平和的に解決されることを期待しておるというところでございまして、この点につきましては、えー、先日行われた日米の2プラス2におきましても、えー、日米両国として、えー、台湾海峡の平和と安定の重要性について一致をしておるとといいうところでございます朝田仁君。 えー、私の質問に対するあの答弁をまああの意訳しますとマラッカ海峡は含まれるとで台湾海峡はふまあ含まれないとまあ正解だと思います。あの違います。そういう意図を持って答えお答えになったというふうに理解しているんですけれども違いますか。遠藤さんあ茂木外務大臣。あのインド太平洋これはあの地理的な概念でありますけれど。 自由で開かれたインド太平洋につきましては、今、遠藤参事官の方からもです、ね、話がありましたように、民主主義、法の支配、高校の自由との基本的な概念、これに重きを置いた考え方である、この意味で,です、ね、さまざまな国がこの価値観であったりという概念に参加してくれれば、 それに参加してくることは排除をしないと。またさまざな地域においてですね、こういった価値観が挑戦を受ければしっかりするには退治をしていくと。これが我々の考え方であります。浅田一雄君。はい、ありがとうございます。と <laughs> まあ基本的価値観を価値を共有すると、だから台湾海峡はま中間線で分かれるということですよね。えっ、ーえー、とこの問題は。 これぐらいにしておきまして、もう一つ、先ほどあの午前中にも言及しましたけれども、米中間の経済安全保障というあのまあ大変な問題が起き上がっておりますけれども、この米中間のまあ経済安全保障をめぐる応酬ですよね、具体的に言いますと、アメリカはあのトランプ前大統領のときに大統領令で半導体とかレアアースなど、 4分野のの供給網の見直しを指示しをておりますで例えばあの、中国のファーウェイ社への半導体製品の輸出規制を発動しております、でまあ、あのま新聞情報なんかによりますと、何社か日本企業でも影響を受けているというふうなあの報道がされているんですけれども、えー、外務省としてですねあの、このアメリカの大統領令の、 影響を受けている日本企業はどれぐらいあるのか、あの把握されておられるでしょうか。大臣官、官房田島審議官。お答えいたします。今、あの委員御指摘の通り、アメリカにおいてかねてからファーウェイに関する。輸出規制などの措置が、えー、収受取られている、ということは承知しております。アメリカによるファーウェイに対する措置によって、日本企業に具体的にどの程度の影響が出るか。 外務省として評価することは困難でございますけれども、いずれにしても我が国として関係省庁間で協力しつつ、経済安全保障の重要性と日本企業の利益の保護を両立させ,させるために、引き続き関連の動向を注視するとともに、アメリカと緊密に連携してまいりたいと存じます。浅田君まあ 影響している会社は何社あって影響額はどれぐらいというのは、まあ、確かにそれはあの数,数値として示すのは難しいことだろうとは思いますえただ、ね、この重点4分野に関してアメリカが中国に対して、まあ、そういう意思を示すと。 いうことによって、あの1番問題になるのはそのサプライチェーン供給網って言われてるやつだと思うんです。で、あのまあ、要するに、その中国の海洋進出も原因の一端がそのレアアースの獲得であるとか言われておりますので、このレアアースえー、輝度類の元素ですね。こういうのをどこにあるかっていうのを見つけて、それを。 取りに行くそのためにはこの海域を確保しておく必要があるという、まあ、そういう戦略が中国にあってあの要するに、えー、供給網を確保自分のところでそういう製品を、まあかんまあ、アメリカあるいはアメリカの影響下にある国のからの輸出に依存せずにあの完成できるという体制を目指しているんだと思いますね。だからその、うん えー、影響、こういう質問しましょうか、あの我が方にあの甚大な影響があると、供給網に関してですよ、あのコロナで一つ分かったことはあの、中国との行き来が途絶えると、もう製品ができなくなると、だからサプライチェーンというのは、まあ、まあ目に見えないところでそういう形成をされていて、えー、例えばにあの、ね、日本と中国、あるいは RCEP の国でそういうサプライチェーンが一つ形成されている。また あの中国を除く RCEP、あるいは TPP11 とアメリカの間で日本がそのサプライチェーンを形成していると、だからそのサプライチェーンをどう形成していくかというのが、これからの一番,一番の問題になると思うんですであの、アジアの一員という立場を堅持するならば、そのサプライチェーンは RCEP を中心にして、 形成し,し直すべきだろうということになるんだろうと思いますけれども、そうすると、まあ、アメリカの供給もサプライチェーンからこう外されてしまう可能性があると、そういうリスクに関しまして、大臣、どういうふうなご見解をお持ちでしょうか茂木外務大臣あの。サプライチェーンの概念、ね、比較的です、ね、新しくて、おそらくですね、えっと。 1990年代までは、例えば川上から川下へとかそういうことは言われても、原材料から部品、製品、アフターサービスまで含めて、グローバルな企業展開の中で、どこにどういう拠点を置くか、そして拠点を置くだけではなくて、それをネットワークでどうつなぐか、これがあのサプライチェーンの構築ということになってきまして、これ、一義的にはですねえ企業の経営判断にまあよると。 いうところになるわけけでありますけど政府としては、我が国企業はよりまああの効率的で持続可能なサプライチェーンを構築することができる環境を整えるべく、TPP11 に始まりまして、日、U、EPA、さらには日米貿易協定、日英 EPA、RCEP などを通じて、自由で公正な経済圏の拡大に取り組んできたところであります。あのそれぞれぞの協定、まあ、違いはありますが基本的には まあこういったです、ね、自由で公正な経済圏を作っていくということで、そういったそのなんていうか基盤の下で、まさにそのなんていうか企業がどのようなサプライチェーンを構築するか、またそれを多元化していくかと、と優れて経営判断に属すものでありましてグループ A の、グループ A の国、グループ B の国という形の分け,あの分け方というよりは、まさに 企業がですねそれぞれ、その作っている製品もあると思いますし、それぞれの経営判断の中で、当然、そなんていうか、供給が途絶えるリスクとか、さまざまなことを考えながらですね判断をしていくもんだと思っております浅田均君。えそれは、まあ、サプライチェーンをどう構築していくかは企業の判断であって、あの一概に RCEP グループに入る、あるいは TPP11 グループに入る。 日米、あるいは日曜、EPA に入る、それはまあ企,業企業側の判断であるというお答えだったと思います。えー、それではあのあ、先に進めたいので、えー、これ以下はあの先般ですね、大臣所信の中にあの書かれてあったことに対する質問です、7番目からですね。 であのクワッドというのは、あの日米豪っというのは、えーっとえー、自由で開かれたインド太平洋というところと、それからまたですね、あのインドネシアとの、えー、2プラス2とか、あ今、されておりますけれども、クワッドと ASEAN、まあアア、あるいは欧州、中東、アフリカと、具体的に、 どういうふうな連携、協力を進めていくのか、具体的にあの何かお考えがおありだったら教えていただきたいんですが、えー、茂,木大臣茂木外務大臣。 あのまあ、クワッドをはじめです、ね、この、えー、自由で開かれた、まあ、インド太平洋の実現のために、えー、考え方を共有する、えー、こういったさまざまな国々との連携を進めていきたいと思っております。はい、あのその中にありまして、まあ、クワッド 初めてあの外相会談を行いましたのが、私があの外務大臣に就任しまして、2019年9月、国連総会の,まああの際にですねそれを行いまして、昨年2回目、そして今年ですねオンラインでありましたけど、3回目の外相会合を行いまして、さらには、それに引き続いて、ですね初めてのまあクワッドのまあ首脳会合、これを開くことになったわけであります。 このインド太平洋地域においてです、ね、価値観を共有しつつさまざまな形で,です、ねえーえー、協力の中核になれるような国これが日本であり米国であり ゴーシインドと、まあ、こういう国になってくると思いますまたあのアセアン諸国ご案内のとおりですね AOIP という独自のですね構想を発表しておりましてこの基本的な原則ホイップと AOIP 共通する部分というのは極めて多いなとこんなふうに今考えているところでありますあの昨年十一月には菅総理日アセアン首脳会談に出席しましてアセアンが発出しました この a y p と日本が推進する 自由で開かれたインド太平洋と本質的な原則をまあ共有していることを確認するともにですね A O I P に沿って具体的な協力関係進めることをまあ確認いたしましたあのおそらく例えば今で言いますと新型コロナ対策ワクチンの供給の問題もありますそしてやはりですねインフラの連結性の問題さまざまな分野で協力というのは進んでいくとまあこんなふうに今考えていると。 私もあの昨年代ですね、えー、欧州もそうですし中東アフリカ等々、えー、回っておりますが この自由で開かれたインド太平洋の考え方、説明をしまして、ですね多くの国から理解を得ているところでありますし、今年の1月にも、ですね EU の外務理事会、日本の外務大臣と,初めて、ま、はとして初めて出席しまして、この自由で開かれたインド太平洋、これをテーマにしまして、非常にあの活発な、また前向きな議論が進んだと、こんなふうに考えております。浅田人志君 えー、あの私もあの前回の委員会で申し上げましたけれども、このクワッドというのはあの高く評価しております、それであの冒頭お話しさせていただきました、そのえー、外交三原則ですね、一番目にその国連中心主義と,、えー、と言いつつ、ですね実は日米同盟しかなかったというところに、そのオーストラリアと、それから、<coughs> えー、インドですよね、が入って、これはまあ国連中心主義、まあ、多国間主義ということですからあの、基本的な価値観を共有する国々がそうあの連携して問題に対応していくということで、あのクワッドというのは非常にあの高く評価しております、まあ、あのまたその後そのクワッドでなしに、えー、5つなるか6つなるか、あの広,広げていってほしいなと。 いうふうふに思っております、えー、それであの、これも8番は質問、先ほどしましたので、えー、まあ今あ、外交のまあ基本的な方針に関しまして、えー、あるいは現下の課題に関しまして、いろいろ質問させていただきましたけれども、それ以外でですね残っているところで大臣所信の中でも言及されておりますし、私どももあの問題意識を持っております点について、何点か。 ご質問させていただきたいと思いますが、9番目の,あの韓国の、えー、旧朝鮮半島出身労働者問題、えー、との慰安婦の問題ですね、これも初信の中に言及されているんですけれども、えー、と現状は、まあ、あの えっと差し押さえられたとか、現金化されるあの徴用工の問題で言いますと、差し押さえられたとか、現金化される寸前のところまで来ている、そういう報道はされるんですけれども、その後、どうなっているのか、現状をあの教えていただきたいと思います大臣官房遠藤三官、事官お答えを申し上げます。 旧朝鮮半島出身労働者問題、慰安婦問題に関しまして、韓国による国際法違反があり、二国間合意が実施されておらず、日韓関係、かつてなく厳しい状況にあるというのは、ご案内のとおりでございます。まず、旧朝鮮半島出身労働者問題に係る韓国大法院判決および関連する司法手続きにつきましては、明確な国際法違反であり、是正措置を取るべきなのは韓国側であるということは言うまでもございません。この観点 から日本ににとととってて受け入れ可能な解決策を早期に示すすようう強く求めておるといいころでございます今、現金化の話がございましたけれども、差し押さえ資産が現金化に至ることになれば、日韓関係にとって極めて深刻な状況を招くということは、明らかであって、絶対に避けなければならないという観点から、韓国側に対して、強く日本側にとって受け入れ可能な解決策を示すよう求めてきておるというところでございます。 you. 慰安婦問題に関しましては、本年1月の慰安婦訴訟判決は、国際法および日韓両国間の合意に明らかに反するものでございます。極めて遺憾であり、断じて受け入れることはできません。日本といたしましては、韓国に対し、国家として自らの責任で、直ちに国際法違反の状態を是正するために、適切な措置を講じることを引き続き強く求めているというところでございます。この点ににつきまししては判決確定後直ちに発出した外務大臣 台湾ににおおいいてても明確にしておるというとうころでございますこのように、日韓両国間の懸案の解決のためには、韓国が責任を持って対応するという必要がございます。政府といたしましては、日韓関係を健全な関係に戻すためにも、外交当局間の意思疎通を維持しつつ、日本の一貫した立場に基づいて、引き続き韓国側に適切な対応を強く求めてまいりたいと考えております浅田均君。 えっとあの前段の,です、ね、あの徴用工ですね、朝鮮半島出身労働者問題に関しては、えーっとまあ、裁判所から通知がいってで、えー、受け取ったということにみなされて、それでその後の出方待ちということなん,でなんですけれども、こちらから何かアクションを起こすとかいうことは、えー、考えてないんですか。遠藤参事官 え差し押さえ資産の現金化につきましては、先ほど申し上げましたとおり、えー、絶対に避けなければならないというところでございます。えー、日本企業の正当な経済活動の保護の観点からも、引き続き関係企業とを緊密に連携を取りつつ、えー、あらゆる選択肢、を視野に入れて、毅然と対応してまいりたいと考えております浅田均君。 あの国の役割は何ですかと聞いたら、国民の生命と財産を守ることですと、常にこう答えられるんですけれども、その国民の,その財産が、財産権を侵害されるという、これ、あのすごく皆さん思っておられる以上に重要な問題ですので、この対応はしっかりお願いしたいと思います。えー、それでではあの朝鮮半島に関してですねもう一つ重要なこの 朝鮮半島の非核化というのは、まだあの我が方は朝鮮半島の非核化という目標,に目標を目指して歩んでいると思うんですけれども、こ膠着してしまっている、あるいはトランプ大統領がえ韓国、あるいは北朝鮮を訪問することによって、見かけ上ですね、ちょっと。 あの後退したかあの正常に戻ったかのような印象を与えたわけでありますけれどもまたその北朝鮮が弾道ミサイルの発射実験をするとかですねあのなかなかこう前に進んでいないような印象なんですけれどもこのい、まあ、わば膠着状態というか 逆にその北朝鮮が態度を硬化させていると見られるような現状を打破する最初の一歩は何だとお考えでしょうか外、外務大臣茂木外務大臣。 あのまずあの先般の,ですねあの北朝鮮によります弾道ミサイルの発射、これは我が国と地域の平和と安全を脅かすものでありまして、国連安保理決議違反でありまして、北朝鮮に対して直ちに厳重に抗議し、強く非難をしたところであります。あの北朝鮮によりますま大量破壊兵器および弾道ミサイルの廃棄をまいかにして具体的に実現していくかについては、 おそらくそのこれを実現するためのあの全体のプロセス、えこれはあのやっぱり明確にすることがまあ重要なんだと思っております。その上で北朝鮮の具体的な行動を求めていくことがまあ重要であると考えております。あのさまざまな形でですね、これはあの米国との間でも議論をしておりますけど、えこのまああの具体的な進め方と、えまさに今後の。 対北朝鮮対応に関わってくる問題でありますので、詳細につきましてはです、ね、明らかにできないということはあの、ご理解いただきたいと思っております。あのまあ、これからもあの日米、そしてあの日米韓、3、ま、カ、あ、国で緊密に連携しながら、えー、この問題につきましてはです、ね、き、えー、今日の午前中の議論でもありましたが、中国であったりとか、ロシアを含む国際社会とも協力しながら、関連する安保理決議の完全な履行を進め、北朝鮮の非核化、えー、目指し してていいきたいと思っおおりますそらくその、えー、米国におきましてです、ねえー、北朝鮮、えー、政策のレビュー、えー、これはです、ねえー、ある程度の、まあ、期間といいますか、そんなに遠くなく終わるんではないかなと思っておりまして、またあのそういったタイミングも見ながらです、ねえー、日米の外相間でもです、ねえー、しっかりあの、えー、連携し、また、えー、対応についてです、ね、協議をしていきたいと考えております。 浅田人志君あの今のご答弁ですとあの、北朝鮮政策に関するアメリカのレビューが行われると,、えー、ということでありますが、まあ、私どもがあの心配しておりますのは、 日米韓の連携といいますけれども、日米はいいんですけれども、米韓もまあ共同演習してますからいいんですけれども、日韓の関係ですよね、日韓の関係が、先ほど申し上げました、徴用工のこととか、慰安婦のことがあって、ああなかなか前へ進まないと、こういうあの状況下でですね、 日韓関係をなんとかこうしていく必要があるんですけれども、この点に関しては、外務大臣、どういうふうにお考えでしょうか茂木外務大臣あのぜひですね、えー、旧朝鮮半島出身労働者問題、えー、こういう言葉を使っておりますので、ご理解いただければと思っておりますけれど。あの、えー 日韓、日米韓、やはりあの2つのあのなんていうかレベルといいますか違いがありまして、えー、対北朝鮮であったりとか地域の平和安定という意味では日米韓の連携と、これ極めてまあ重要な問題でありましてここにつきましてはあの先日 ブリンケン長官との間でも、また日米2プラス2におきましてもです、ね、3カ国で連携していくと確認しておりますし、また韓国においても同じような形で,です、ね、日米韓の3国連携というものを、米側と確認をしているという形でありまして、あのいずれどこかのタイミングで,です、ね、日米韓揃ってそれを再確認する、こういった機会も出てくるのではないかなと、こんなふうに考えておりますが。 一方で、この日韓の問題、これ、本当に残念なことなんですけれど、一方的に韓国の側から国際約束、また2国間の合意、これを破ってしまうこういう、また実行していない、こういう現実があるわけでありまして、これにつきましては、韓国側にそういった措置を撤回すると。 こういったことを今強く求めているところでありますもちろんあのこの問題については日韓で真摯に話をしていかなきゃならないとあの日本の基本的な立場を踏まえながらですね外交と局間の一層通ずるりをきちっとやっていきたいと思いますがこの問題が日米間のですね連携に影響することがあってはいけないこのことについては 例えば2019年のです、ね、11月だと思いますけれど、えー、g ーソミアが執行するというときも、最終的に韓国もです、ね、それは踏みとどまると、こういうまあ判断もしたわけでありまして、その部分はきちんと切り分けてやっていくことが重要ではないかなと思っております浅田均君。 あのもうなんていうかあの、国の存亡に関わるようなことですよね、あの今、大臣おっしゃったジーソーミアとか、そういうところはあの妥協するけど、あとはもう一切妥協しないというふうなこう印象を持ってますし、あの大臣に交渉されたあた菅元祖さんもか変わりましたですよね、だから今のムン・ジェイン政権が変わらない限りこり前へ進まないんではないかという懸念を持っている。 国民が多いと思うんですけれどもいやそうではありませんということでしょうか茂木外務大臣あのなかなか、えー、韓国にとっても難しい問題なんだと思っておりますもちろん今ある政権との間でですね、様々な問題のま解決に取り組むのが外交でありますからそれは今、えー、文在寅政権との間で様々なことについて、えー 現状を是正するような措置、これは韓国側に求め続けていきたいと思います。浅田一雄君、まああのな一番難題中の難題だと思います。まああのこの点につき,つきましても拉致の問題もありますので、あのしっかり取り組んでいただきたいと思います。えー、それではあの次、えーえー、これあの。うん カーボンニュートラルに関してですね、COP26、えー、をリードするために、この NDC って言われている、まあ、数値の引き上げが不可欠だと考えてます、<music> ナショナリーディターミンドコントリビューション、2030年に2013年レベルの26%減ですか、これを達成すると、えー、いうことを、の初心の中で。 <laughs> 書かれているんですけどコ COP26 をリードするためには、そういうその新たな提案が必要であると、えー、これは不可欠ですで、大臣、どういうふうなご見解でしょうか。茂木外務大臣 まあ気候問題、変動問題の,ですねあの対応、国際社会全体の基金の,の課題だと思っております。えー、日本はですね2050年にカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すこと、すでに宣言をしております。えー、その上で今、注目されておりますのは、浅田委員おっしゃるように、ですね2030年の削減目標。 えー、NDC をまあどうしていくかということでありまして、完全に直線になるかどうかは別にしましてです、ね、全然あの30年と50年が屈折した線ということにもなかなかならないんだと、それではそんなんいうか説得力がないんだと思っておりまして、総理から本年11月の COP26 に向けて野心的な目標を決定したい。 こういう考えが示されているところであります。あの今後ですね、4月20日には気候変動サミットもあるわけでありましす。その後 G7 のサミットもあります。さらにはいくつかのですね一連の国際会議に向けて政府としてまあ対応進まあ検討する中で削減目標国際社会に示す時期も含めてですね決めていきたいと思っております。いずれにしてもパリ協定が目指します。 脱炭素社会の実現のために、ですね我が国で引き続き国際社会、まあ、リードしていきたいと、そんなふうに考えております浅田均君えと。これもあの、まあ <coughs> あの、先ほど来、茂木大臣、ゲームチェンジャーっていうところで、気候とかもそのゲームチェンジャーになりうるというお話でしたで。確かにその えー、氷河期って一番年間隔でやってきてそういうタイムスパンで見ると今の,この第4かん期でね次の氷河期が来るまでは暖かい時期であるとでもっともっと遡ったらあのち地球の極に氷がない時代もあったということですんでねまあでも今そうこういうその。 まあ枠組みが決められて、それに合意して従っていこうというあの取り決めがなされておりますので、それに向けて、ご努力をいただきたいと思います。えー、それではあの次ですね <laughs>、これも大事な問題だと思うんですけれど、さっき朝鮮半島の比較化っていうお話をさせていただきましたけれども、NP 体制、NPT ・ノンプロリフィレーション・トリティーですね、ノン 核拡散,非非拡散条約の維持、強化です、ね、にこれどう取り組むのかというのは非常に重要な問題であの核兵器禁止条約を横に置いておいてです、ね、今あの、僕らは、まあ、現実的には NPT 体制から出たあの北朝鮮なんか出たり入ったりしているしあのイ,ラクとかあのイランとかです、ねあのまあ、や,や,ややこしい国が。 あってまたあのパキスタンとかあの実際その核,核保有しているけれども NPT はどうなんだというふうな国もありますから、まあ、NPT 体制を新たにするということであの政府がおっしゃっているように核を持っている国と持っていない国の橋渡しをするという役割ができるんではないかと。まあ我が 党は考えているんですけれども、この NPT 体制の維持、強化にどういうふうに取り組んでいくつもりなのか、大臣のご見解をお聞かせください本政軍縮不拡散科学部長。お答え申し上げます、核兵器不拡散条約、NPT は国際的な核軍縮拡散体制の基礎でございまして、 我が国は NPT 体制の維持強化を重視しております現在核軍縮の進め方をめぐる各国の立場委員ご指摘のとおり残念ながら大きな違いが見られるというのが現状でございますこの中で各国がともに取り組むことができる共通の基盤となり得るより具体的措置を見出す努力を粘り強く強続けていくことで 本年8月に開催が見込まれております NPT 運用会議に向けた気分を高めていくということが重要であると考えておりますその観点から具体的にいくつかのことを進めております第一に我が国は1994年以降毎年国連総会において核開設に向けた決議案を提出してきておりまして昨年の決議案は 昨年12月の本会議において、核兵器局の米英を含む150カ国の支持を得て採決されたところでございます。第2に、核軍縮の実質的な進展のための賢人会議を開催しており、そのフォローアップおよびさらなる発展を目的として、昨年の1月あ3月に第1回,回会合を続き、 えー、核軍縮の実質的な進展のための1.5トラック会合を、えー、第2回会合を本年3月9日に開催いたしました。えー、第3に核軍縮、えー、の軍縮、えー、不拡散イニシアティブ、NPDI と呼んでおりますけれども、えー、これを通じまして、えー、外相共同声明の発出や、一層の核軍縮に向けた具体的な提案を、えー、盛り込みました作業文書の提出などを、 NPT 運用検討プロセスにに積極的に貢献しておいております本年される、開催される見込みの NPT 第10回の運用検討会議に、意義ある成果を収めるものとなるよう、引き続き国際的な議論をリードすべく、積極的に貢献していく考えでございます浅田均君。 えとなんか何点か再質問したいんですけれど、あの他の質問ができなくなってしまいますので、すみません、えーと、前進ませていただきます、えー、防衛大臣お待たせしました、えー、と16番の質問させていただきます、えーとあの、これも防衛大臣所信の中にですね、 あの宇宙、サイバー、電磁波といった新領域で優位性を確保していくというふうにおかけになっているんですけれども、この宇宙、サイバー、電磁波といった新領域での優位性判断の基準は何とお考えでしょうか岸防衛大臣。まああの今、まさに各国の軍隊が、ですねこの宇宙、サイバー、電磁波の新領域の利用を急拡大させています。 まあその中で、しっかり我が国としても、新たな領域における優位性を確保するということが大変重要でございます。宇宙領域の優位性の確保について申しますと、部隊の通信、即位、情報収集などの能力を最大限発揮する上えで、死活的に重要となっている宇宙空間より、えー、宇宙空間のより安定的な利用を確保する。 ことでございます具体的には衛星性の強化や宇宙利用の高端子性の強化を含む各種の政策によって能力強化に取り組んでいるところでございます。サイバーについては、<coughs> 情,情,情報通信 <coughs>、失礼しました情、情報通信ネットワークに対するサイバー攻撃により、 自衛隊の組織的な活動に重大な支障が生じる事態を防止しつつ、情報通信ネットワークのより安定的な利用の確保という趣旨でございます。具体的にはサイバー部隊の強化、サイバー人材の確保に育成、システム、ネットワークの充実、強化といった施策によって、 サイバー領域の能力を強化を目指しております、えー。また、電磁波領域の優位性の確保については、電磁波領域における妨害等に対際しても、我が方がレーダーや通信といった電磁波の機能のより安定的な利用を確保するという趣旨であります。具体的にはネットワーク電子線システムの取得や、電磁,電磁波領域にかかる 人材の確保、育成といった各種の政策によって、電磁波領域の能力強化を図っていくということでございます。まあ、いずれにいたしましても、防衛省としてはこのような取り組みによって、新たなこの領域における優位性を確保して、従来領域を含むすべての領域における領域横断作戦を実,質実施可能な、真に実効的な防衛力の構築を 進めてまいりたいと考えています。浅田一吉君、えー、すみません。それではあの、えー、次の質問はあの、えー、通告してます19番に飛ばさせていただきます。在日米軍基地へのあの高熱水の供給元はという質問なんですが、これあの。 えー、私今回あの、重要土地取引に関するあの法案が出てまいりますけれども、私どももその重要土地取引、えー、規制法案というのを、まあ、あの党が、えっと、5年ぐらい前からです、ね、ずっと出させていただいてて、今回その、テーマに上がるのは、あ非常にこうやっと日の目を見たかという気がするんですけれども。 あのこれ考えますとね、あの在日米軍基地へ、えーっとあの、電気とかガスとか、とりわけ水ですよね、これはどこから供給されているのかということは、押さえておくことは非常に重要だと思うんです、でそこでこういう在日米軍基地、えー、日本にいくつかありますけれども、そこへあの電気とか、電気、ガス、水、 どこから供給しているのか、あのお尋ねいたします岸防衛大臣あの。在日米軍は一般的に電気はあ電気事業者、水道は各地方の自治体、そしてガス等の燃料は各事業者のと米軍との間で、えー、直接契約をしております。これらの契約、これらの業者が供給していると私、えー、承知をしております。浅田君 あのこれ法案を提案されている方々にお考えいただきたいんですけれども、水道は各自治体、まあ、すなわち市町村ですよね、市町村と契約をしていると、だからその市町村の,あの水源の周りも非常に重要なあの土地であるというふうなあの結論に至ると思うんですけれども、その基地の周辺だけ、重要なところの周辺だけだと、こういうそのなんか、 あのライフラインといいますかね、ライフライン、えーね、電気とかガスとか水道を供給している、その一番、ね、源になるところがやられた場合、どうなるのかということが一番問題になりますんであの、これにつきましてはまた改めて質問していきたいと思います。でえっと、もう時間がないんで ODA のことについて、最後、質問させていただきたいと思います。えー、っとあのこれ、大臣所信の中でもお,お書きになってたと思うんですが、人間の安全保障ですね、人間の安全保障の危機である新型コロナウイルス感染症の克服、この途上国での感染拡大防止に取り組む,り組むとお書きになってるんですけれども、これ、どういうふうに取り組まれるのか、取り組みを教えてください。 大臣官官房岡田審議官お答え申し上げます日本は人間の安全保障への脅威である新型コロナウイルス感染症のとの世界的な戦いにおきまして、誰の健康も取り残さないという理念の下、ユニバーサルヘルスカバレッジの達成に向けて国際社会と協力し、保健・医療システムが脆弱な途上国に対して15.4億ドルを超える対外支援を実施するなど、 国際的的な取り組みを迅速かつ積極的に主導してまいりました、また、あの医療保険体制が脆弱,弱,弱な途上国におきまして、我が国はユニセフなどの国際機関に対する資金,協力資金拠出や、2国間の無償資金協力による医療機材の提供のほか、JICA による技術協力などをかつてないスピードで実施してまいっております。加えて、ワクチンへの公平なアクセスを確保すべくコワックスファシリティの形成を主導し、 財政的にも貢献してまいりました。さらにこのような多国間枠組みを補完すべく、これまでの長年の経験を生かしまして、ワクチンを一人一人に届けるラストワンマイル支援をかつてないスピードで実施しております。引き続き、現下の感染症危機を克服し、将来の健康危機への備えにも資する保健システムを強化し、より幅広い分野での健康安全保障を確実するための国際的な環境を整備することに取り組んでまいります。茂木外務大臣 詳細に答弁あったところなんですけど、ユニバーサルヘルスカバレージ、さまざまなあの取り組みをしてまいりましたけど、まあ、今回の,あのコロナの世界的なあの感染拡大で、えー、浮き彫りになったこと、それやっぱり途上国のですね医療保険体制が極めて脆弱であるということで、その病院であったりとか、その機材、人材も含めた支援というのが必要である、それからやっぱりワクチンですね。 これがあの途上国においても公正なアクセスが確保されると、と、えー、途上国に送ると、と、えー、このことも重要でありまして、ここではコバックスファシリティ等のですね多国間の枠組み、日本、主導しておりますが、その国に届いてから実際に接種をあの受けてもらうと、えー、その間のラストワンマイル、えー、保冷の設備であったりとか、運送手段、えー、こういった提供も日本の強みとして進めていきたいと思っています。 浅田人志君えっとあの最後の質問でありますが、今、あの途上国の保健システム強化というご発言があったんですが、これ、JICA の,あの北岡理事長がおっしゃってる、えー、世界保健医療イニシアチブという、まあ、あのイニシアチブを JICA の方で、えー、されているんですけれども、これと同じようなも同じものであるというふうにか理解していいんでしょうか。岡田審議官お答え申し上げます 先ほど申し上げましたが、新型コロナを一日も早く収束させ、次なる危機にも備えるためには、途上国の保健システムの強化が不可欠でございます。我が国はこれまで以上に機材の整備、人材育成などを通じまして、各国の保健医療システム強化のための支援を実施しております。JICA としましても、こうした方針のもと、途上国の感染症対応の中核となる都市の医療施設の整備、ネットワーク化や、 感染症の検査、研究を担う人材の育成などを通じて、保険医療システム強化のための支援を実施しているところでございます浅田均君えと。時間になりましたので、これで終わらせていただきますけれども、あの今日の残余の質問はまた次回やらせていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました